令和の時代、パソコンスキルやプログラミングを学ぶために多くの学校で Chromebook が導入されています。小中学生のお子様を持つ家庭ではパソコンを使った学習が当たり前になってきましたね。ですが、お子様が学習の際、姿勢の悪さや画面に近寄って目に悪そうだったり、操作がしづらそうだったりなんて心配になったことはありませんか？エレコムのパソコンスタンド、マウス、キーボード、この3つのツールを使用することでモニターからの距離をとって綺麗な姿勢を保つことができます。猫背や視力が悪くなってしまう前に、お子様の体に合ったパソコン周辺機器や専用設計のキーボードを使って姿勢改善、操作性をアップしましょう。今回紹介する Chromebook を使ったオンライン学習に最適なキーボードはこちら、 Google 認証取得済みエレコム Chromebook 専用キーボード。 Chromebook 専用キーボードは学習がしやすい5つのポイントがあります。まず、 Google の互換性に関する基準を満たしていると認定された Works with Chromebook 対応認定を取得した安心設計、そして Chromebook と同じ機能、同じアイコンデザインのファンクションキーを備えており、スムーズなキーボード操作が可能。さらに、数字入力に活躍する10キーも搭載しています。例えば、算数・数学の問題で答えを入力するとき、モニターに触れて数字を書くか、キーボードの上の列にある横長の数字キーを使って入力する必要があります。これってちょっと手間ですよね。 Chromebook 専用キーボードは10キーが付いているので、簡単に数字が入力でき、効率的に学習ができます。プログラミング学習の際便利なページアップ・ダウンキーを搭載、マウスのスクロールボタンよりも作業効率が格段にアップします。効率的に操作できますね。 Chromebook 専用キーボードは接続方式が選べることも特徴。有線タイプは多くの Chromebook で採用されている USB Type-C コネクターなので、表裏を心配せずにつなげます。また電池切れの心配もありません。 Bluetooth タイプはケーブルレスでデスク周りをすっきりと学習に励めそうですね。 Chromebook 専用キーボードでデスク周りを整え、正しい姿勢で楽しく快適にオンライン学習に励みましょう。 Chromebook をもっと快適に、エレコム。